コメンタリーようこそ。今日はアメリカのニュースについてちょっと喋ってみたいと思います。僕は昨日の夜このニュース知ってなんか面白いなと 思いました。あの Google ですね。 Google テック企業のもうジャイアントですよね。あ、この今見てる YouTube の親会社でもある Google、 その本社アメリカサンフランシスコですかね。そこでスタッフ、従業員、社員、契約社員が28人、デモ、会社の中でデモを起こしたんです。で、その後全員クビになりました。結構これアメリカで今話題になってて、日本の中はどうでしょうか。これはどっか、ニュース報道関係で伝えてないんじゃないかなっていう気がするんだけど、どういう内容かっていうと、その Google の従業員が なぜデモを起こすかっていうと、ちょっと戦争が絡んでるんです。あのイスラエルパレスチン戦争、イスラエルハマス戦争って言ってるのかな、まあちょっとネーミング置いといて、この戦争に対するデモ、直接ではないです。もう一歩ちょっとマニアックです。 Google が今イスラエルとクラウド、コンピューティング、クラウドの契約をなんか結ぼうとしてるらしいですね。これかなりの大きな、契約で、軍関係は入ってないと Google は言ってます。例えば町の、役場とかなんかそういうなんかデータ、とにかくイスラエルの町のデータをあのクラウドに置くために Google と契約をするらしいですね。で、それに対してデモを起こしたんですよ。で、どういうデモかっていうと、最近よく道路をクライメットチェンジ、クライメットアクティビストとか言って、石油使うのやめなさいって思ってる人たちがよくこう道路を塞いで車が走れないように人が座り込むとかね、そういうようなデモって結構まあこの5年ぐらい割と流行ってきてるかな。あと最近よく美術館の中に入ってなんか、モナリサの絵みたいなのにこうクラムチャウダーをぶっかけるみたいな、なんかそういうデモもこうあるんだけど、まあそっち系ですね。とにかく会社の中の、まあ、その作業場とかみんな仕事してるようなところにみんなシットインって言ってね、その座り込んで他の人も仕事できない、通れないみたいな、何もその日がもうアウト、何もできません、そんな感じのデモを。でなんかみんな映像見ると結構マスクしてる人も多くてね、なんか T シャツになんか書いてて、でとにかく自分の働いてる会社 Google、 このイスラエルとの契約はやめなさい、戦争の応援するなみたいな、そういう感じです。まあこれはじゃあ何が面白いか、どう、まあ、気にしない、どうでもいいじゃんこの人たちっていうパッと考えてるね、そんな意見もあるかもしれないけど、まあ僕が今までいろんなニュースとかいろんなデモとかいろんなの聞いたけど、自分の働いてる会社の中でここまでのデモを起こすっていうのは初めて聞いたね。なんかまあよくあるのね、給料安いから給料上げてくれと。でストーっていうの、ストライク、英語でストライクって言うんだけど、まあそのユニオンとか団体があって、じゃあ何月何日仕事しないで会社の外でデモしようと。こういうのはもう前もってもう言ってあるんだよね。だから大体例えば飛行機のパイロットとかね、そういうことをやったりもしたことあるけど、
報道されるわけ。明日ストーがあるらしいからちょっと飛行機は飛ばないかなみたいな。事前にみんなに知らせて、でそのデモを正式にやるっていう感じだけど、今回のはその全くアポはなしですね。もう勝手に朝会社行ったらみんなそこ座り込んでて、あれ何今日仕事できねえのみたいな。で他の人がみんなちょっと困ったなみたいな。まあそしたら Google もね、会社の従業員にはとっても優しいっていう話です。この話題の中で出てきて僕もってなったのは、なんか月に1回だか月に2回だか、まあ何回か会社の人全員こう集めて意見交換会みたいな、なんかその何でも上の人に言えるこう時間を設けてるらしいですね。でそこにまあ例えばね、会社こうもうちょっとこういう風にしたらいいんじゃないですかとかさ、これはどうなってんですかとか、まあいろいろね意見言える場所なんだけど、今となってほぼ全部社員から出てくる意見はなんかわがままらしいですね。具体的なのはちょっと例が出なかったけど、まあね、例えばもっと会社の休憩室に無料でコーヒーとかスナック系置いてほしいですとかね、もうほんとなんか自分たちのための、わがままの希望と疑問、なんかそういうのしかもう出なくなって、結構会社の人がもう呆れてると。こういうなんかインサイダー的な話もニュースの中にありましたね。まあそういう環境、そういうちょっとこうわがままを生かすようなこう環境になってるからこそ、今回こういうデモできると思ったんですかね。なんかそういう感じにも見えます。まあ結局セキュリティ、会社のセキュリティ担当が迷惑行為というか業務迷惑、なんだっけ、営業妨害、その営業妨害ですねということになって、その次の日なのか、まあ、直後にそのデモを起こした人みんなクビにしちゃいました。わお。まあこれはなんかちょっと新しい未来というか、この若い世代だと思うんですよね。なんかちょっと映像でチラッと見た感じは、まあなんか若そうだなと思った。で、もう一つ最後に言える、まあ、意見っていうか、まあこれ YouTube の僕見たニュースで、でも出てたけど、まあ、両面あると、ね。こういうことは当然会社の中でやったら迷惑行為になって、営業妨害になるから、クビなるのを知って、でもそれだけこうパッションを持ってね、その戦争とか、Google がその戦争でひどいことをやってるところに対しての、まあ、意見を強く見せて、クビになってもいいぜと、それだけこう熱いぞというのをこう考えもあるし、あとまあ、長い目でね、今はちょっとこうアホっぽいというか、何やってんのあいつらっていう風にも結構多分報道されたり、バカらしいわって思ってるかもしれないけど、まあ、5年、10年、20年、30年、長いタイムスケールで振り返ってみたら、まあ、あの人たちは結構いち早くその正しい発言をして、結構こうヒーロー的な存在、例として出てたのはアメリカのベトナム戦争。ベトナム戦争の時も報道は、いろいろうまくいってるよ、戦争大丈夫だなんて報道してたけど、実は、ボロボロになっていて、最終的にアメリカが負けて、帰ってきて、でその時いろいろデモ、実はアメリカの中ですごく起きてて、そのデモを着てた人たちはヒッピー世代ですね。もうヒゲもじゃと髪
長くて、サンダル履いてっていうイメージなんだかもしれないけど、そのヒッピー、まあ社会の中でよくこう下に見てた、なんかこうダメだあいつらはちゃんと働かないしっていう人たちが、デモを起こして、このベトナム戦争はダメだやめなさいと、一生懸命言ってました。で、まあ今ね振り返ってみると、まあ正しい意見だったんだなっていう感じありますよね。はい、今日はちょっとこういう、深いディープな話でしたね。会社の中でデモ起こしてクビになる、日本の企業ではね、本当なんか想像できないですね。まあ ほとんど世界的な企業でこう想像できないけど、これがあの巨大な、あの最先端な Google 社で起きてるんですよね。まあなんか新しい時代にこう突入したような、そんな感じもします。はい、どうでしょうか、皆さんの意見お待ちしております。コメント、チャンネル登録してくれ。よろしく。 Drive safe.